先輩スケーターが被災地、そして全国へ向けて演技を披露します。活動再開した宮城県仙台市にあるアイスリンク仙台には陣内さんと佐藤さんがいます。陣内さん。はい、こちらはアイスリンク仙台です。今日はまさにこの場所から世界へと羽ばたいたスケーター荒川静香さん、羽生結弦選手、田村大和さん、そして本田武さんがいらっしゃいます。はい、そして普段ここでスケートを頑張っている子どもたちにも来てもらっています。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、元気ですね。そうですね、今日は皆さんこの後ここで一緒に素敵な演技を披露してくださいます。はい、まずは荒川さん。はい、震災があってすぐに支援活動を始められましたけども、どんな思いで？やっぱり大きな被害を被った場所が自分が育った場所だということで、いても立ってもいられなくなって、自分自身の足で来て、そして目で見て、今どういうふうな思いを持っているのかっていうのを知ったら、また何かできることが見つかるんじゃないかと思って、また一つ一つのものを直接渡したいという思いもありましたので、すぐに来ました。で、今日は実際にみんな元気な姿でこのリンクに立ってくれましたね。はい、そうなんです。一度はやっぱり辛い思いをしたんですけども、震災を乗り越えてまた元気に一緒にこうやって世代を超えてスケーターが集まってここで過ごせるというのは本当に素晴らしいことだなと今日感じています。そして羽生選手は実際にこの場所で地震にあったんですよね。そうですね、本当に氷がまるで波打つかのように揺れていました。でもここに立ちました。戻ってこられました。本当に1年でここにまた戻ってこれるっていうのは本当に嬉しいなって思いましたし、またこうやって戻ってこれたのは本当に多くの方々が支えてくださったからだなというふうに思っています。そしてまひろちゃん、震災に会う前と会った後と気持ちの変化っていうのありましたか？震災に会う前は、当たり前のように滑っていたんですが、震災があってから滑れなくなって、滑れることがとてもありがたくて嬉しいなと思いました。じゃあ今日はその嬉しさをみんなに見てもらいましょうか。はい、それではアイスリンク仙台出身のトップスケーターの皆さんと夢に向かって頑張る子どもたちに演技を披露していただきます。スタンバイをお願いします。お願いします。荒川さん、はい、今回の演技はスマイルという曲だそうですけれども、はい、この曲にはどのような思いがあるのでしょうか？そうですね、やっぱりここで辛い思いをしたスケーターたちもいるんですけれども、やっぱり悲しいこともあるけれども、笑顔がそれを乗り越えさせてくれる力になるよっていうことを、こうみんな今日の演技から伝えてくれると思いますので、その思いをたくさんの方にまたテレビを通じてこう伝わっていくといいなっていう思いでスマイルという曲を選びました。はい、それではアイスリンク仙台から被災地、そして全国へスマイル、笑顔を伝えます。まずは小学2年生から大学生まで、このアイスリンク仙台で日々練習を積む59人の子どもたちの登場です。そして大内真宏さんも今姿を現しました。この1年で背が7センチ伸びました。新しくした青い衣装で笑顔で登場です。お兄さんたちに高く持ち上げられているのは最年少、小学2年生の佐藤俊君。
震災後、このままスケートを続けていいのかと悩んだ子どもたちも多かったといいます。しかし子どもたちがこのリンクで一生懸命滑る姿は、家族そして周りの人々に勇気を与え、笑顔をもたらしています。さあ、子どもたちにとってはここからは夢のような時間の始まりです。このアイスリンク仙台から世界へと羽ばたいた先輩スケーターたちが加わります。荒川静香さん、金メダルをもたらしたほとんどの技の基礎をこの場所で学びました。羽生結弦選手、子どもたちにとっては最も身近な先輩、希望という花言葉ガーベラの花が渡されます。本田武史さん、長野ソルトレイクオリンピックに出場。ここは13歳の時トリプルアクセルを飛べるようになった思い出の場所でもあります。田村大和さん、東北高校在学中に長野オリンピックに出場。11年ぶりのアイスリンク仙台での演技です。さあ、この後は荒川さんと羽生選手が2人同時にイナバウアーを披露します。たちがこれからも笑顔でスケートを続けていけるように、滑ることの喜びを同じリンクで伝えたい。それが先輩スケーターたちの一番の思いです。荒川静香さん、羽生選手、そして多くの子どもたち、素晴らしい演技をありがとうございました。はい、お伝えします。東日本大震災が発生した午後2時46分には各地で黙祷が行われました。今日、特別な一日を迎えた被災地、各地で追悼が行われた。そしてあの時刻、午後2時46分、黙祷。国民皆が被災者に心を寄せ、被災地の状況が改善されていくよう、たゆみなく努力を続けていくよう期待しています。黙祷。
原発反対集会。都内でも多くの人が足を止め黙祷を捧げた。渋谷駅前でも東日本大震災の津波で岩手県大槌町から兵庫県香美町沖に漂着した船を遺族に届けようと、今日ボランティアが出発しました。去年の大晦日、兵庫県香美町の沖合で漂流しているのが見つかったこの小型船。船体の登録番号から岩手県大槌町キリキリ漁港の船と分かりましたが、所有者の男性は津波で亡くなっていました。ニュースで船の発見を知った男性の次男が引き取りを希望したため、震災から1年の今日、ボランティアによってトラックで届けられることになりました。亡くなられた、辛い思いされてますんで、そこに何とか無事に届けたいなという思いだけです。我々もできる支援はまだこれからもね、できることがあれば再生していただきますんで。小型船